どうもこんにちは。パズドラを作るのおそらく最終回です。前回まで大体できたんですけども、今の状態だと、パズルをただやり続けられるっていう状態なので、まあ面白いゲームとしては成り立たない。なのでちょっとルールを追加して時間制限を入れて、まあ一定時間経ったら一旦ゲームが終わって、まあ、スコアがそこで確定するみたいなことにしたいと思います。ではやっていきましょう。はい。でですね、何がしたいかっていうのをまず、やりたいので、まずですね、ここですね、ライフを作ります。ライフをある程度最初に持ってて、これ30フレームで動いてるんで30足しておきますね。マックスライフも持っておいて 10×30 と、これライフでいいか、ライフというのを持っています。はい。でライフをここですね。で一旦ここでちょっとやりますけど、ライフを1ずつ毎フレームごとに減らします。で、これ減らします。でドローでピクセルレクトかな。で0 0 0 0、30でいいかな。これがバーを出したいので、31、ここに何かが入ると、幅がセルフピクセル、あ違うか、これかスクリーンの幅かけることのマックスライフ、割ることのマックスライフかけるライフですね。そうするとライフが満タン的に一番端まであって、ずっと減ってライフが減っていくんで、こう減るというような動きになるはず。でここに入ると、でレクトが最後にカラーなんで、カラーは11にしときましょう。はい。でこれでやるとですね、ほいっと、はいはいはい、これがライフ。ちょっとギリギリすぎるな、もうちょっと上にしよう。でこれがなくなるとゲーム終了という形にしたいと。で30だと28くらいで、これを30にしましょうか。30、29か、はい29、はい、いいっすね。はい、 OK。 そしたらばライフを減らす処理なんですけど、ずっと減っていくとその評価中も減っちゃうので、それはもったいないので、マウスをドラッグしてる間だけにしたいと思います。でマウスをドラッグしてる間だけというのは、ムーブブロックシーンがムーブブロックシーンであるというのが前提条件で、シーンにドラッキングブロックがあるので、こいつがヌルじゃない間ですねにライフを減らしていくと。はい、というふうにしてあげると、おっと、ああこれセルフか、セルフシーン、はい、これでどうだ、はい、で減らないと。でドラッグすると減ると、離すとも止まるという動きがこれで実現できます。はい。そしたらば、これがなくなったとタイミングで、終わらせたいと、終わらせたいんですが、ドラッグしてる間にライフが減ったら最後の評価はしてあげたいので、その処理を入れます。でどこに入れるか、ムーブブロックにフィニッシュっていうフラグをとりあえず作りましょう。で
フィニッシュだったら強制的にブロックを離すと、はい、ブロックを離すので次のシーンに行くのでこれでいいと。で、メインでここですね。でセルフのライフ、あ違う、ライフ引いてって、もしもセルフのライフが0より小さくなったら、セルフのシーンはムーブブロックシーンなんで、フィニッシュをトゥルーにしてあげると。そうすると離すは離すんだけど、このフィニッシュはシーンに紐づいてるので、こっちの方で次回に、あ、いいのか、こっちで引いて0以下以下になったらシーンが終わって、終わった時にまたムーブブロックシーンに入ってきたらセルフの、あ、いいかな、ライフが0より小さければ、これで終わりと。でリターンしてあげればいいかな。それでいいはず。終わりって出るはずなんだけど、はい、あ、長いなこれ、ちょっと待った。ライフをちょっと減らします。ライフを、あーとね、まあいいか、1秒ものすごい勢いで減るけど、はい、で評価が終わったら終わりと、終わりと、はい、出ましたと。はい、そうしたら終わりの方のシーンを別で作ってあげましょう。セルフのチェンジシーンだっけ、チェンジシーンでフィニッシュシーンというのを作って、セルフとセルフのボードを入れてあげると。はい、こんな感じ で終わりは消せばいいと。でフィニッシュシーンを、こっちでインポートするの先にやるか。フィニッシュ、フィニッシュで、フィールシーンでいいかな。フィニッシュと、はい、フィニッシュシーンを作ります。フィニッシュで、フィルブロックスとかこの辺はいらないから消しつつ、必要なのはこれだけで、ドローで、終わったことを出したいので、ピクセルドロー、違う、テキスト、フィニッシュを、80の100、ちょっとこれだけ事前に測ってます。真ん中に置くっていうのを、何番だっけ、11番、違う、7番、白なんで7番で、ピクセルテキスト、52の120で、プッシュスペーストゥネクストゲームとしましょうか。はいと、はい、これでスペースを押したら次のゲームが始まりたいと。でこれだけだと多分文字が出て何も操作できなくなるはずなんで、一回やってみます。これで離されて、うっと、うん、あー、ごめんなさい、こっち間違ってた、これか、はい、これでいいと。これでこう、はい、評価が始まって、おっとネームエラーだって。フィルか、こっちにピクセルがないんだ。
インポートピクセット。あれあれ、あ、ごめんなさい、めっちゃ間違えた、書く場所を間違えた、こうだね、はい、はい、とこれで話されて評価されて、はい、出たと。はい、じゃあスペースを押したら終了するというような形にしたいですね。でもしもピクセルのボタン R だったかな、ピクセルの離された時にトゥルーになるやつを使います。ピクセルキースペース、はい、だったらば、ゲーム自体をまっさらにしたいので、この辺の処理がやれればいいのかな。デフイントゲームとセルフとで、ボードを作り直してシーンをムーブブロックに変えて、コンボとかライフとかを全部やり直すというふうにしてあげればいいはず。はい、でフィニッシュの方でこのルートがそれに当たるので、ルートのイットゲームを読んであげるというふうにすればいいはず。ほいっと。で、終わって、で、動かせません。で、スペース、OK。うん、という感じですね。はいと。うん。はい。という形で、実装終わりと。これでいいのかな？はい。そうですね。これでいいのかな？はい。いいはず。いいよね。ちょっと最後にもう一回確認。ああ、ちょっとこの長さをちょっと変えなきゃいけないか。はい。ですね、はい、時間的にここは長くてもいいかな。はい、じゃあちょっとだけ最後にこだわりポイントをつけたいと思います。まずあれ出ただけだと分かりにくいので、セルフのカラーを、いろんな色に変えてあげたいと。でアップデートでセルフのカラーを1ずつ上げていく。でもしもセルフのカラーが15、色は最高15なんで、15以上になったらセルフのカラーを1に変える。0でいいのか、1か、はい、ってやると1フレームごとに色が変わっていくので、見た目がなんかいい感じになるはず。うん、こんな感じですね。はい、とりあえずで、あとはライフバーの色ですね。緑が、半分切ったら黄色にして、で残り10分の1くらい出たら赤にしたい。なので、これはライフ
を見るだけでいいのかな。カラーを、一応11にしておいて、もしもセルフのライフが F のマックスライフ割る2を下回ったらカラーを10にする。黄色9でいいか。どこ行った、ここか。9にする。でもしもセルフのライフがセルフのマックスライフの8を下回ったらカラーを8ですね。でカラーとしてあげると、早くて分かんないかな、まあいいか。はい、はい、黄色になって最後赤になると。はい、こんな感じですね。はい、ということでちょっとベタ書きなんですけど、とりあえずこれで、ルールをつけました。で時間をとりあえず、10秒に、ここにいいか、タイムを10秒にしといて、ここでタイムというふうにしてあげれば、これで10秒ルールですね。も弾持ってる、持ってるのが10秒間だけ1ゲームで使えるという、将棋の早指し的な、早指しとは違うか。まあ、持ち時間ルールという形のルールを追加してみました。で、半分切るとオレンジになると。はい。で、持ってる間は減る。で、なくなって最後は評価されて終わると。で、スコアがこれで確定という形ですね。で、スペースを押すと次のゲームに行くと。はい、いう形でできました。はい、31回にわたって お送りしたんですけども、なんとか完成できました。でですね、最後にピクセルを使った感想的なのをちょっとお話ししたいと思います。でピクセルは Python でゲームが作れるんで、他の普通にゲーム作るってなると、ちゃんとしたゲームだと Unity とかそういうのを使うと思うんですけど、そういうのは結構 Unity だと Lua みたいな言語と C シャープとなんだっけ、まあなんか結構いろいろ使えるはずなんですけど、 JavaScript 的なのも使えるのかな。まあそういうのは使えるんですけど、まあ機能が複雑なので、まあちゃんとしたゲーム作るんだとしょうがないんですけど、こういう簡単なゲーム作るんだとちょっとやりたいことに対してのやれることが多すぎるので結構難しいのかなと思ったりします。で他のゲームに関しても C シャープとか C とか Java とかそういうのが多分多いと思うんですけど、まあ難しいので簡単に作れるっていう面では Python いいんじゃないかと思います。 Python 結構今需要が高いので、私も仕事でマシンラーニング系の仕事もやったりしてるんですけども、そういうのは Python 一択になっちゃってるので、まあ覚えておいて損はない言語なので、すごく私としてはいいんじゃないかと思います。あと API がやれることが少ないのでシンプルなので、でドキュメントもこれ基本的にはこれ1枚で済んでるので、これと、まあ、エグザンプルをいくつか見て作り始められるっていうのはすごく強いんじゃないかなと思います。であとエディターがついてるっていうのはこれ結構珍しいと思うんですよね、まあ、他のものすごいいろいろ知ってるわけじゃないので狭い知識の中ですけど、エディターがついてて何ができるのまあ、イメージのエディットができて、で一応今回使わなかったですけどサウンドのエディットもできるので、なんかまあ一式作るのにこのピクセルだけあればいいっていうのはすごくいいんじゃないかと思います。はい、ということで長々と
こんなに長くなる予定ではなかったんですけど、31回分でなんとか作れたので、パズドラ風アプリを作るは今回で最終回ということで、で次回また別の全くゲームとは違うことになると思うんですけど、これからも動画配信していくので、よければ次のシリーズも見ていただけると幸いです。ということで、今回は以上。次回をお楽しみに。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。